まあこれは役で、私で自分で一生懸命考えて作りました。まあ学者から見たら笑われるかかりませんが、そういうふうに思います。今日本で訳してくれる人はいないですね。だから自分で訳したんです。この発祥芸、今日読み上げて、私は半日心業、発祥芸、そしてこの前の白衣禅に座禅和さん、文門老子もきれいに書いてくれました。この先は用意しないんです。あんまり売れない。 から多分、<laughs> 社協業者が作らないんでしょう。えー、ぜひこれもですね、えー、皆さん、座右の銘にしていただいて、えー、そして、般若心業はぜひ覚えていただいて、えー、まあ定大伝法ももちろん覚えていただいて、えー、次の、よく言えば、次はですね、二章大臣のですね、星証言。これを読んでいきます。 えー、まずですね。星将掲。イントロダクション。えー、儀大師。625年から702年、白木曽送り縄、遠鏡国師。怪盗、下言書曽、諸六650年、元行とともに、乳頭等の国に行って、えー、仏門に入ろうと思った。が、それが、赤書に引っかかって、えー、果たせなかった。 まあ、元行という人は、その時に、えー、体験した体験が、あ、もう、あの、当までいかんでも、俺は悟ったから、元行、太鼓を持って、えー、そして踊り念仏を始めた、岩行という素晴らしい、あの、書物が、あの、まあ、ここは秀才でしたから、中国でも認められて、金剛三昧経という、えー、そういうものが認められて、えー、中国のお、そういう、 う大事な書物の一つとして、えー、きちっと、えー、認められているようですね。えー、私もそれは本を持っていますが、まだ難しくて読めない。えー、その願行は、だから日本の人で中国人に認められた、そういう論文はない。とか、白木荘はいくつかあります。おこれは素晴らしいと。まあ本家本元がですね、えー、その中国の 文庫に国会の図書館に残しておこうというぐらいの文章、論文が頑強は作っています。で、その同じ今日の議長は661年もう一遍、11年後にもう一遍トライした。そしてやっと入党できて、ケゴ州、中国の当時のケゴン州のトップの第二層、チゴンという中国層について修行したんです。 この人は668年亡くなりましたから。亡くなる前に、まあそういう論文のような、この保証業を持って、印果、あなたは警言衆を伝えてよろしいという印果を、そういう、あの、まあ、ライセンスをもらったというふうには書いてありました。668年ですから、まあ、あの、2年、3年の後に服して、中国で。そして、えー、671年に帰ってきたというんです。 まあ、聖徳太子の頃ですよ。ね大会の大会心で、あの、その頃にもすでに、まあ、まあ、あでもない、こうでもないとですね、発祥芸がですね、もう出来上がってたわけですね。まず、ざーっと前半、裏表がありますから、まあ、表、さっと読むだけです。発祥、演んゆ、ニに、そ。私、25年前に、ここへ来まして、韓国の和尚さんから、奈良田の般若心経それポップソン芸、

一日一日四陽四。チチーー無量温護中一年。一年熟し無量語。空世熟成放散熟。陰部참難極漂尊。超貝心士변術家。センサー四番三五派。まあ裏も続きますが、も、ま、う、あ、これぐらいしておきましょう。韓国語でみんな読んでます。まあ短い半射診療みたいな。まあもうあお、お、お坊さんやったら誰でも空で、 暗記してます。だから私たちも、まあ、あの、別にこれ、あの、観光経営だそういうことじゃないです。化厳教のエッセンスです。半若教のエッセンスは半若信仰ですね。ではそういうことで、化厳教、読まんでもですね、東大の名誉教授になった鎌田という人、思い出しました。その集中講義一週間受けましたが、全部忘れましたが、あの、化言教の講義を一週間受けました。 えー、まあ、あのー、雑談は残りまして、発祥、縁雄、無二祖。私の役は、あの、文才がありませんから、あの、ええー、に思うつく、思うままに書きました。すべての存在、発祥、現象は、の性質は、完全に融合して、大小とか、大きい小さいとか、白い黒いとか、そういう、 こういう世界じゃない。一体である。完全に一体である。処方不動、本来弱。処方、保障のことですね。この全ての現象、万物。万物は、皆さん現象見てるでしょは、欲望、本悩分別を超えて、処方はね、頭で考えたそういう理屈の世界を超えて、本来、もともと、 じーっとしているというか、堂々としているか。静かであって、太陽見てくださいね。堂々として静かである。私がどうだ、ああだ、こうだとか言いませんね。無名無双、絶一切。名前もなければ、姿も、形もない。もう完全に全てと超越している。承知、承知、非要教。 こういう悟りの世界を証明しようと思った、私の分別心、知ってるところは、ああ、ああ、と推しが、ああ、と夢見て、ああいう絵を、ああいう絵も言えない。言葉は言えない人はね。だ、違う世界だ。霊団自治。ビールの味は伝えられない。それと同じことです。 えー、悟りの体験は他人にはわからない。だから皆さんが甘いとか辛いとか痛いとかいうのは兄弟親子であっても伝えることできません。心証人人、ごく微妙。本当のこの発症という。こいつはですね、真理は鼻肌深い。そして極めて微妙である。もう漢字のその通りでしょうね。心証はこの上なく奥深く。とても微妙だ。 またコメント、言葉で言い尽くせない。不思議で素晴らしい。で、私が言いましたが、そういう世界です。風習自、自書隋炎上。守れない。何が言ったら、自称。私のこの、この六方全書のお素晴らしい機能。この、こいつは、あの、表現できない。えー、私六方全書持ってるんです。変化自体持ってるんです。見うても、 保証の事象自体を解くことはできない。あえて客観の縁により法が成就する。随縁上です。うまいこと表現しますね。漢文で。ね、縁に従って成り立っているんだ。事象というものは守れないよ。コロ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 と大無症状だよと。事象は不守だ。こんな表現できないですね。 えー、あーと私なんか、あーいいーって言うだけです。一中一歳、たー中一。ね。い、いつで、まあ、いつでもいいですが、いいでもいいですね。一中一歳、たー中一。こういう感じですね。一足一歳、たー即一。こういう感じですね。e r 算数のいでいいでしょう。一味人中漢字ぽ。感じですね。まあ、皆さんと一緒に、 隣だったらこういう感じですね。一中一歳、他中一。もうこれ,言わ,れ言わんでもいいですね。こいつの中には一歳がある。一切が見えますね。聞こえます。味わえます。全ての中に私がある。私の中に天地があり、万法はいつに帰すんだこれで理屈でわかるでしょう。うまいこと表現すると、聞き口を変えると、わかる。ああ、そういうことか。万法を聞いててどういうことか。一足一歳、他即一。 いつは、私はそのままで一切であり、全体はそのまま私である。天上天が優雅独創、ね。万法危機です。一味人中元十法。この誇り、ゴミ一つの中に全てがすすく含んでいる。一切のゴミの中にまた同じことだと。それぞれが、それぞれこのゴミと思われるようなものまでも、 地球の存在を証明してくれている。ね、月の石と同じですね。えー、何もない月の石がですね、地球に帰ってきたら、えー、月の石はもうダイヤモンドより高いでしょうね。それだけ研究の価値があるからでしょうね。だけど目の前の石ころも月へ行ったら火星へ行ったら多分火星人はまあ高く売れるでしょうね。<laughs> 無料援護即1年。無料の数え切れない。 ごというのはもうね、もう数え切れない。何億万年。即一年。今、もう、あるいは痛いとか、腹減った。もうそれがですね、ずーっと続いてるよって、途切れもなく。一年は即、ぜ、無料ご今思っていることは、俺が死んだらこのまま終わりかなと思うんじゃなくて、親父も、 じいさんも、ひいじいさんも、ひいばあさんも、みんな同じように腹減ったとか、トイレ行きたいとか、暑い寒いとか言って、ずっと永遠に、私はその一年を持っておる。まあ、そういうふうにも解釈できますね。一瞬はそのままで数えきれないほどの時間じゃ。九世・十世、合、相、即。まあ、空性のは十世もよくわからない。まあ、過去、現在、未来と、急世・十世とは、 まあ永遠のいろんな縁でしょうね。えー、互いに混じり合っているが、ああ、これ、尿部、まあ、インブルと言いますが、韓国語読みでは、尿部、増乱、バラバラ、雑で乱れている。それゆえに、乱れていない。だから乱れていないんだ。ね、混じり合って、過去現在未来がぐちゃぐちゃに混じり合っているが、 各別になっている。隔たりをもって別々に個性をもって成り立っているんだ。みんなそうですね。味噌とクソが一緒じゃないんです。みんなそれではちょっと表現が悪かっただけどね。みんそれぞれ独立してますね。セミはセミ、トンボはトンボなんです。セミとトンボのマジだったのがないですね。犬と猫はマジだったことない。分け隔てなくそれぞれの立場、姿を保っている。 初発信時弁償かあ今、ここで、俺を静かに、発祥というものを、一遍、どういうものか、静かに自分を見つめて、ね、そして悟りの世界を、一遍、えー、入ってみようか、座禅してみようか、思った途端に、あなたは、その悟りの世界の、世界で遊んでいるよと、もう、昇格の中におる。昇時、明暗、状況は、 無常、生き死に。これは限りありますね。私たち必ず死にます。生まれた体重は死ぬんです。ネハンというのは、ニルバーナは永遠です。平和です。ニルバーナネハンに入るというのは死ぬことじゃない。永遠不滅の世界です。は、共に和合している。共に調和されている。限界、生き死にの中に永遠がある。 生き死にの中に永遠がある。裏から行きましょう。d 字明前、無分別。D というのは真理。G は事柄。えー、まあ、ケゴンはですね、ジジ、無ゲ、北海とかですね。これがまあ、究極の世界なんですが、また、あの、縁がありましたら調べてですね。ジジというのはケゴン教の言葉です。 理事長というのはまあそういうふうにまあそこから来たかもわかりませんね。絶対の世界、D です。相対の世界、G です。冥福の名は真っ暗い。もやもやとしている。もやもやとある。真理と現実は混ぜ合ってもやもやとして分け隔てがない。区別ができない。従物風言大人挙。 十仏名。新人、パ、新品、ルシャーノフ、縁門方針、ルシャーノフ、まあ、十仏名やりますが、すべての仏、すべての仏には宇宙の、まあ、阿弥陀仏とか、薬師仏とか、ね、あの、まあ、いろんな仏像ね、ビルシャナ仏とか、あるいは、普遍菩薩とか、薬師、え、あの、えー、え、生死菩薩とか、文字菩薩とか、この菩薩の世界、 仏の世界は素晴らしい悟りの世界と表現してますね。納入。これ皆さんのお渡し,した社教用紙には納人って言ってます。納人じゃなくて、これは昔の人が納入というのを、納入をまず書き間違えて次人に書いた。よく人。これは赤色と。 そうした農人、農人というのはお釈迦さんのことです。農人というふうに書き換えて今日にやっていますが、最近の学者は農入と解釈します。農人じゃない。あの、お釈迦さんじゃない。よく入る。どこに入るか言ったら大円鏡地、大きな鏡、海のような鏡、丸い広い鏡が、お月さん、青い空白い雲を映し出すように、そのままが、 ジタフニ、ザンマイの中だ。大円教地、ジタフニの会員ザンマイにすぐ入る。会員ザンマイ、またグーグルで調べてください。マカハンニャ、ハラミタ新魚、漢字在菩薩が、行人ハンニャ、ハラミタ自称権。と、その時、行人ハンニャです。自分の持っている六方全書素晴らしい知恵が、 パッとですね、スーッと自分が発揮させてみると、そこはですね、マカハンニャの世界が厳然していくる。スパークしていくる。法が厳然していくる。まあそういうふうに解釈していけばいいと思います。繁出尿意、風刺激。まあ、商売繁盛の繁です。バンバン出る。もう、思いのままに、あの、不思議なことが次々と 出てくる。範出。七延妙の月さえん。というよですね、若滅厳善というところです。若滅、だから白衣がうまいこと言ってますね。用心範に腹見たしたら、若滅厳善したら、七延妙の月さえん。もう、素晴らしい世界がどん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 出てきよる。だから仏法は消えてない。これからも、我々みたいな座禅をしてあり、そういう仏、仏典に出会えた人は、 ああ無常人人、微妙の方は百千万号にも相方がたし、物園ができた人は素晴らしい利益、ウーボー、液性満航空、ね、雨のような恵みの雨はすべて生きとし生きるものに利益を支え、与えす全ての天地いっぱいに、万、雨の、宝の雨が降り、虚空、まあ、全、大空に満ち満ちて、 生き生きと生きとし生けるものに利益を与えてくれる。主生随気、特利益。主生も私たちも器に応じて、ね、そんなに利益をもらえるとも、世界中の宝物は私のものにできませんね。だから私の器に応じて、私たちもおのの器に応じて利益を得ている。腹が減ったら飯が食える。お茶は一杯二杯、ラーメン一杯でも、ビール一本でも、 満足ですね。それ以上飲んだらかなり悪い。<laughs> 税行、これ安ゃですね。行者と言いますあ。我々安ゃと言いますね。安ゃ勘、本彩。それゆえに、仏道、我々仏道を歩んでいるものは、勘、本彩。本来の面目に変えっていく。本芸に変えれる。男でもない、女でもない、日本人でもない。ね、天地いっぱいの私、死にもしない。 まあ、そういう永遠の世界に触れる、入り込める、帰化温ね無一物中無人像ねその私というものは、そういうところに入っていくんだ。はぁそこれ、パーと言いますが、はあ、やめる。休息をやめる。やることやったら、妄想。妄想をやめることができないと。だから、否定の否定。 妄想、煩悩、妄想をやめることが、ストップ、あと、もう、ストップさせることができないと、安心、悟りを得られない。もうずっと煩悩で生きていても、その煩悩は大事ですが、それをちょっとストップさせる。あ、俺は煩悩の塊やなと。煩悩即菩提というところが減税します。煩悩で終わる人生もあります。もうそういう死に方はしたくない。無縁善行、 即、如、意、善行というのは、あの、巧みに良いことが行われる。え、無縁と思われる言葉が巧みに私を導き、思いのままの世界が厳然する。まあ、これは役で、私自分で一生懸命考えて作りました。まあ、学者から見て笑われるかかりませんが、そういうふうに思います。今、日本で訳してくれる人はいないですね。だから自分で訳したんです。 で、キーカー随分、特使医本文の家に戻って、そして文に応じて樽を知る。そして、資料、食べ物、あるいは欲しいもの。ね、それがみんな揃ってくる。不思議ですね。口やってプらうということなし。イダラニ無人房これは韓国語も日本語も同じです。イダラニ無人房このダラニというのは言葉です。呪文と見ますが、言葉を持ったら この言葉を持って素晴らしい宝が無人像に出てくるぞと。だからこの星将棄を捉えちゃったら、宝物、この星将棄が分かったら、お前さん宝物を素晴らしい、この宇宙の大いなるものに抱かれることを確証するよと。そういうことです。無人の宝だ。昭言北海実法で、 まあ、それが分かったら、北海に真実の宝殿が証言されている。まあ、ここの宝言じゃその通りです。もう人生がですね、もう化粧どころか宝石どころか、もう上等の服どころか、もうそれ以上のもので、人生が満ち満ちて、えー、宝物で証言されて、星の宝、天地いっぱいに満ち満ちている。もうこんな幸せがあ得られないほどの皆さんは、検証上物というところの世界に、 入っていけますよ、と。旧座実際中度症。まあ、ここは結論です。極めて座ってみれば。本当に、いやー、理屈で座るんじゃないですよ。座れと言うんです。この華厳鏡で座れと言ってるんですよ。座禅で。私はだからこれが好きなんです。旧座実際中度、東な中道というところありますが、中度、ミズルウェイです。バランスの取れた、その矢次郎米の 宝頭名、地頭名、そういうところで、ずっとご座禅を続けておれば、ね、極めておれば、実際に中道という究極残昧のとこに座ってみれば、無我の境地、無心の境地、座房の境地、そこを昔からもともとそれを仏というんだ。では、皆さんが仏ということですね。まあ、あとはですね、 えー、最近の韓国では、それを法と言うんだ。それを宋と言ったそうんだ。宋というのは、個人のお坊さんじゃない。参画。皆さんが、私たちがこうして、そっとしている姿。そして、切磋琢磨して、えー、そ、え、のー、仏像無常のこう歩んでいる、そういう世界を我々参画。というわけですね。粛生岩だけで終わりましょう。